初期値、大吉、あみきちです。はい、ということで、今回も動画撮っていくんですけども、今回ですね、まあ、マルチでも行こうかなということで、順位高くないんですけど、別に。なんか、サバーカのマルチをね、やっと始めて、なんか、本赤サバーカ、まあ、本赤は、前シーズン同様ね、まあ、一週間前ぐらい、シーズン終了の、から始めようかなって思ってるんですけど、サバーカはね、そう、いつもサバーカやってて、本赤は、一週間前に始めるみたいな感じだったんですけど、サバーカレベルがなくて、グラチャレの方回ってたんですけど、結構ね。まあ、マルチでもコイン集められんなと思って、このゴールドラッシュだっけ？なんか来てるんで、マルチやった方がいいかなと思ってね。なので、で、これシーズン終了じゃないですね、あと20日は。シーズン終了はあと27日あります。で、配信でマルチ、回して、今んところ66から全勝ということで。うん、さっきの、巻きはグラチャレですね。グラチャレの動画は昨日上げたんで、まあ、良ければ見てください。12勝したやつですね。で、そう、今レベルがこんな感じで、コメントでね、レベルを上げる順番教えてほしいですみたいなのが来てたんで、一応ね、まあ僕なりの意見ですけど、まあ一番はやっぱマスケかな。マスケ、この左上から、順番にこういう感じですね。一番はマスケ。なんでかっていうと、マスケはやっぱりファイボで死んじゃうのがめちゃめちゃ痛いんで、死んじゃうとね。なのでマスケはまあ第一かな。で、その次なんですけど、その次が結構難しくて、まあ、バルーンは正直、あげたいんだけど、俺的にはボムタワーか、アイゴレ？俺ちょっとこれ順番ミスっちゃってね。アイゴレ、まあ、枚数なかったっていうのはあるんですけど、もともとね。まあ、ボムか、アイゴレ、か、バルーン。アイゴレな、なんか意外とあんま大丈夫かなと思ってたんですけど、レベルさなくても。乾燥のスケとかが確か処理できないんだよね。レベル低いと。これ間違ってたらごめんなさい。確かできなかった気がするから、アイゴレ結構高めですね、順位。だからこんな感じかな。まあ、優先順位で言うとこんな感じになってくるかな。ボムとディガーは、まあ、好き嫌いかな。まあ、ボムタワーの方が俺は防衛でね、レベルが13だと苦しいんで、こんな感じですね。で、この残りの3枚、タルスケ、ユキは、まあ正直適当でいいかなっても思ってるんですけど、まあスケルトンは意外と乾燥してた方がスケラとかの対面では強いんで、まあこんな感じになるかな。まあ雪生は最後でもいいと思いますね。こんな感じですね。この左からマスケ、アイゴレ、バルーン、ボムタワー、ディガー、スケ、タル、雪って感じですかね。僕の順番的には。はい。って思います。ということで、マルチ行きましょう。で、今そうだね。2300円の、まあ3桁いけたらいいぐらいでやっていこうかな。まあちょっと長くなるかもしれないけど、そうですね、うん、行きましょう。ちょっとね、動画のネタがやっぱない。グラチャでね、意外とね、見てくれる方は多いんですけど、まあ12勝なんだろうな、結構バルーン環境良くてね、12勝できるっちゃできると思うんですけど、エメラルドもまあなくなるしね。エメラルドが無限じゃないからさ、やっぱ減ってくるし、そのグラチャでやるのはね、いいんですけど、コイン貯まるしね。そう、結構、10勝とか12勝、10勝から12勝あたりいける人はね、コイン貯まるから、グラチャでとかすごいいいんですけど、カードがね、欲しいやつが出なかったら、マジで、まあ、あれですね、ゴミ箱ってやつですね。ゴミ箱だったら、ちょっと正直あんまね、やる意味ねえなって感じなんで、悩みどころ。で、アイゴレがもうちょいで乾燥枚数に行くんで、これ、ゴレ被るかな？あ、オッケーオッケーオッケー。磨くかな？はいはいはい。で、トルネ切ってたんで、これ雪舐めってあげれば一発入りますね。ここはゴレ展開だと思うけどな。いやー、いきなりゴレか。まあまあまあ、頑張っていきましょう。そうだ、マルチのゴールドラッシュで、まあ、さっき言ったんですけど、コインもらえるんでね、それ結構でかくて、まあ、ただね、ボムバルってスリクラ落とせるデッキじゃないから、全然ね。まあ、むずいんすけど、貯めるのはね、結構大変なんですけど。これ釣れる？なんかさ、ゴレさ、たまに釣れない時あるよね。怖いっすよね。さあ、これは緊急起動していきましょう。ダンダンダーンって、これマジで、ね、できるとでかいんでね、ぜひやってください。このキング起動はマジででかいっすね。ライドラでできるときにしてあげるのがいいかな。これランバー来るよね、だよね。うん、オッケーオッケーオッケー。ここで溶かします。オッケーオッケー、メガゴ切らしたんで、で、ランバー処理と。ああ、いいですね。で、D が一発入ると。
あ、マジか。ここ来んのか。じゃあ、こんな感じで出してあげて。これね、あれなんですよ。トルネだけだとね、吸えないんですよね。いやー、相手知ってるか。いや、俺ワンチャン知らねえんじゃねえかなと思って今。ああ、オッケーオッケー。ここで、ね、トルネを使ってくれたら、もうこの防衛がめちゃめちゃ楽になりますね。僕的に、このボムバルできついのが、アイゴレじゃねえや。ライドラトルネの形なんですよね。その形さえ組ませなければ、こんな感じでね、マスケちゃんが無双してくれるんで、本当にマスケがめちゃめちゃ強いんでね。この時のマスケは最強なんでね。さあ、ここで、チェーンかけられるけど、みたいなね。守れるんでね。ここは行ってもいいっすね。まあ、多分ランバーで回収されるんですけど。タルか。タルで回収か。あー、このマスケ延命したかったな。ただ、ここでまたトルネ使ってくれるんで、この攻めがもう一回ね、マスケで回収できる。こんな感じでね、マジマスケが最強なんですよ。ライトニング9これデッキで、待って、ミスった。遅れた。ここ、バルーンターゲット率を悩んだけど、どっちもいいかな、どっちが良かったかな。あ、バルーンターゲットになってるわ。まあ、ここ、トルネ来るけど、一応、雪ラムとか。で、これで、まあ、爆破でも届けてあげて、そうだね、ここで、端前これがワンチャン来るんで、そこだけ、頑張って守るって感じですね。まあ、多分だけど、守れるはず。守れなかったら、やばいけど、うん、頑張る、俺。頑張ってくれ。頼んだ。守れ。ちょっと怖い。これなんかトルネ回りそうな香りしてきた。やばい。ライドラだけ処理してほしい。オッケー。多分トルネ来るんで、そう、ここ守っていきたいね。あ、危ねえ。いや、このキング起動がやっぱりでかい。キング起動マジででかいね。で、ここで相手は、こいつディガー切ったから、ディガー回ってねえし、絶対来ねえだろっていう時に、ここでディガー回してね、無理やり行くっていうね。で、ここで爆破を届けていくと、トルネ回ってないんで、あー、回してきた。さあ、耐えてくる。ここっすね、エリババまで来るんで、そうだね。ここの防衛が結構大変かな。多分トルネ来るんで、これ。おっと？もうユニットぶっぱしてきてるんで、もう攻めトルネ怖いから、一応ね、これ出してあげて、で、相手多分ここでゴレ出したいけど、ゴレ出させなければ俺の勝ちなんで攻めてあげてね。ってな感じで、GG っすね。OK。いいね。そう、これで1250コインだから、いや、でかいっちゃでかいけど、そうだね。まあ、地道にやっていくって感じですね。本当はね、スリクラいけるデッキとかだと、もうコインめちゃめちゃ貯まるからさ。あ、ラストリゾートさんですね。ラストリゾートさんも結構有名なクランかな、日本で。やべ。さあ。枯渇か。枯渇珍しいですね。アウプリかな。今いる枯渇ってアウプリぐらいしかないと思うんだけどな。どうでしょうか。アウプリのライトニング型が KK さんが紹介しててね。それがちょっと、まあ、流行ってはねえか。当たったことはないですね。ただこれはなんか、やってる感じ違いそうっすね。端っぷり来ると思う。あー、来ないか。どうしよっかな、これ。やることがないんで、これでいいや。施設探して、まあ、ロケでもいいしね。これで、雪の、バルーンのばっかり処理したかったんですけど、そんな甘くねえか。よいしょ。これで、ま、爆破当たるんでね。どっちにしろ処理できるって感じで。まあ、序盤は、じっくりって感じですね。ゆっくり。形組めたら、こっちの方が強いんで。まあ、あとは2周目ですね。2周目だけ気をつけてあげれば。オッケー。ここでワンチャンだけど、端前プリンじゃな、あ、違う、端前プリンはもう来てるわ。そう、2周目バレルって言おうとした。2周目バレル来るんで、タルだけ回してあげてね。で、ここで、バルキリーか。なるほどね。ただこのバルキリーも結構処理できてるんで、もう。ここなぁ、ここ攻め雪玉打ってスケルトンで対応でよかったかな。こういうね、雪玉のダメージもまあ大事になってくるんでね。後々。さあ、ここはまた端プリ来ると思うんで、これでさせないようにしてあげて、相手ここで端プリしたいと思うんだけど、さあ、こんな感じでやっていくよ。ん？マジか。
あー、これでロケットかな。おっと、それはやられたけど、なんか奇跡的にいい感じになったね。これでロケ打たないといけないんで、さあこれで僕のね2周目のバルーンが相手かなりしんどいですね。さあこれで端前プリンもさせないよって感じでやってあげて、ここでロケは回ってないんで、まあ、インフェですね。インフェを全力で飛ばしていく。さあこれでインフェ全力突破して、ここでロケット来ると思うんですけども、バルーン追加してあげて、これでもう相手はかなり厳しいんじゃないかな。プリンセス出すか、まあギャングギリギリ出すぐらいかな。ただ出したところで、そうだよね、そう来るんで、さあ樽回ってる。まあこんな感じですね。やっぱ形組めたらこっちの方が強いんでね。2周目のバルーンが相手はやっぱきつい。そう、テスラだとこれが意外とね、相手も回転早くて負けるとかあるんですけど、インフェラとその2周目がね、相手よりやっぱこっちの方が回転早いから刺さりやすいんですよね。よしよし、2連勝。1593。まあいい感じっすね。7000くらいかな、3桁が。そう、前シーズンね、サブアカのレベルが揃わなかったから、このアプデが途中できちゃったせいで、結構ね、途中までいい感じだったんですよ。いい感じっていうか、本アカ始める前に76あたりいて、で、そうだね。で、5日前とかだっけ、なんか、レベル差のあの、調整が来ちゃったのが。忘れちゃったんですけど。それで、まあ、一応ね、レベルが乾燥してない中やったんですけど、で、一回3桁確定ラインまでいけたんですよ。いけたんですけど、77、いけなかったぐらいかな。76後半とかだったかな、確か。いけたんすけど、待って、これやばい。手札詰まった。そう、順位が更新できないぐらいだったんですよ。だから、いや、これもうちょい行きてえなと思って、行ったら、まあ、案の定沼りましたね。沼ったってか、もう7号ら辺まで落ちちゃって、いや、もうこれきついなと思って、レベル的にもね。レベル的にも、時間的にも、これあんまやんない方がいいなと思って、やめちゃったって感じです。これ、金キロしたかったな。これ、アンチ一発入るんじゃね？うわ、強え。マジでバルーン強い。バルーンな、今結構流行ってるんで、下方が怖い。来ないでほしいけどね。これ相手最初何切ったっけ？縦線しか覚えてないから、縦線読みでさ、やっていいかな。あ、そういえばメガゴだったわ。これ縦線でも切るよね。オッケーオッケーオッケー。いや、これ美味しいんじゃない？メガゴも切らせて、縦線まで切る。相手の敵なんだこれ。ラバーかなと思う。ラバーか。ラバーか、普通に。対空多めだから、そうですね。ラバーですね。え、ホバとライドラって珍しくない？ラバなのかな、本当に。あー、でも柳波はラバだな、さすがに。さすがにラバっぽいな。さあ、これはスキル。で、このね、このホバリングも、まあ、豆知識じゃないんだけど、プチ情報で言うと、スケルトンこの辺にね、低めでかなり低めで出すと、スケ一発受けて、ホバリングタワーの方行っちゃうんでね。だから、高めに出すのをおすすめしますね。まあ、これは、あんま参考になる、参考になるっていうか、別に、はぁって感じだと思うんですけど、まあ、良ければ。参考にしてみてください。これやばいて。これマジ無理なんですけど。ちょっと待って。これ無理すぎる。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 圧倒的無理。圧倒的無理。圧倒的無理。圧倒的にきつい。きつすぎる。きつすぎる。ちょっと待ってくれ。これやばいって。マジかよ。なんだこれ。このラバ掘りマジきついんよな。これマジでやばくてね。どうしようもねえんだよな、俺。そうだよね。形組めば相手はいけますからね。それがね、やべんですわ。これね、スケルトンでこっちやって痛い。オッケー。いやー、そのさ、縦線も結構だるいんよな。で、ちゃんとあれ持ってるからね。あの、ゴボ折り。ちゃんと折り入ってるから、相手。そう、これはいいんじゃないでも。あー、待って、マスケ死んじゃう。あー、マスケー。あー、待って、おり、あ、ホバ、おり、何してんの、入りすぎ、いろいろ入りすぎ、もう負けた、これは無理だな、いや、ガチか、これ超きついな、なんだこれ、こんな、なんか、対空多いラバーあるんだね、これはしんどいっすね、さすがに、あー、これはきついな、
ラバルよりかなり厳しいっすね、これは。ああ、もうだってホバリング俺処理できないもん、相手。ああ、全然死なないやん。ちょ、死んでいいよ、そろそろ。ああ、やばい、やめてくれー。やめてくれー。いや、まあ、これはしょうがない。これは正直しょうがないっすね。なるほどね。だから、もうあれですね。序盤から2-1見なきゃいけなかったんだけど、俺が途中、イモりすぎたね。1個落として、その後2個目をね、ちゃんと折りに行くべきだった。あの、ケツラバ組まれた時に、まあ、できたら、キングか2個目を狙っていった方が良かったかな。多分、受けから入ったせいで止まんなかったですね。まあ、しゃーないね。あのラバは多分無理だね。まあ、なんか奇跡が起きれば勝てそうだけど。シンプルに形組まれたら、止まんなかったですね。さあ、これは、ちゃんと生きのままで加えることによって、吹き矢も処理していく、これで。ああ、吹き矢竹取ってなかったから、まあ、まあ、どっちでもいいか。これ、言っていいかなーって思います。はい。いきます。待って待って待って。やべやべやべやばい俺さ、バカだ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 。さっきさ、枯渇は今アプリぐらいですねとか言ってたのにさ、アプリだと思わなかった今。完全に、あの、バレバレ来たーと思ったら全然違いました。これさ、ミスったかもしれない。危ねえ。ナイス。あー、なるほどね。そういう感じね。そういう感じね。そういう感じね。やめてくれよ、ほんとに。いや、痛えこれ痛えマジ痛えこれ痛すぎる。アプリはちょっと序盤攻めたのは俺が悪い。あそこで攻めたのがミスですね。これ次負けたら終わろっか。さあ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 。いや、3桁行きたいよ。アプリは多分丁寧に立ち回れば勝てるんで。でもアプリも前よりはきつくなりましたよね、結構。あ、ミスったな、これ。やっぱね、バルーンの爆破で処理できてたあの時代は、マジでバルーン強すぎだと思う。今更だけど。今更だけどさ、あの頃のバルーンめっちゃ強くない？これどうしよっかな。そうだよね。相手的には。まあ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 。多分ここら辺に吹き、オッケーオッケー。これさ、マスケ処理できんじゃない吹きや。わー、神ー。これ、うっとくるかな。さあ、怖いんですけど、ギリギリ耐えていく。ここっすね。ここ行きたいね、一回。あ、これ一回行きましょう。多分ロケ撃たれるんだけど、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、これはね。これは一応の処理の、あれですね。入んなくていいんです。これは。さあ、ここですね。俺のターン来たよ。行きまーすって感じですね。これで俺はこっちにやって、マジか！いや、違う。相手違う、これ。これ相手マジで違う。あのね、今ね、吹き矢真ん中からの、まあ、違うっていうか、ま、いろいろ立ち回りそれぞれだからさ、あれなんだけど。思ってたんと違った。吹き矢端前から、あ、違う、アウトローガールは、待って、俺何言ってんの？ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。アウトロー端前からのプリンス、あ、じゃあ、吹き矢真ん中出しかなと思ったんですよ。やっと言えた。なるほど。いや、これね、吹き矢許容しよっかな。入ってもいいや。入ってもいいんで許容してあげて。で、ここで、いや、そうだよな。その受けめちゃくちゃうまい、相手。それ超うまい。めちゃくちゃうめえな。いやー、これやべえなー。この流れまずいっすねー。いやー、いい位置出すなー、それは。ただこれは、待って、遅れた？やべ、遅れてるね。いや、あのね、プリンセスがね、だるいんよね。すんごくだるい。この辺から出していくみたいな。いやー、これ何してんの、俺。ちょっと待って、相手、落ち着け。一回落ち着こうじゃないか。いや、あのプリンちゃんずっと延命されてんのめんどくさいなぁ。さあ、今度そっち来る。まあそうだよね。ここは、削り行きたいんだけど、処理しに行きます。しゃあなしですね、これは。
仕方なしで処理しに行って、OK。ここだね。相手ロケ切ってるんで、さあ、ここでもう、ラスト攻め多分。それはもう、ボムターに頑張ってもらう。うわぁ強すぎバルーン強すぎる。いや、これやるのじゃねえなぁ。でも、これ相手の方がうまいっすね。これはもう相性なんで。多分相性がいいんで、相手がうまかったなぁ。最後、バルーンディガーしただけですからね。まあ、バルーン、今ね、ボムバルって結構ね、まあ、チンパンって言われてるしね。まあ、攻めるタイミングさえミスんなければ、割と出すだけで落とせるデッキなんでね。出すだけって始まりでパンパンパーンってやったら、落とせるデッキではあるから、まあ、チンパンって言われてもしょうがない、とは思う。さあ。トリトン。あー、ロイジャイかな？さあ、ロイジャイか。久しぶりに見たな。なんかグラチャレしかやってなかったからか、ロイジャイ全然見なかったんですよね。グラチャレでのさ、ロイジャイの使用率って結構低いと思うんですよ。なのにマルチになるとめちゃめちゃ多いじゃないですか、いつも。毎シーズン。なんなんすかね、あれ。なんでマルチではさ、人気なんだろうね、ロイジャイって。あ、待って、それうまい。あ、これいらねえ。あ、いるわ。あ、待って。いや、待って、これ痛いな。めちゃくちゃ痛い、これ。もう撃つなよ。いや、待って、痛すぎる。くそ。マザニクか。なるほどね。あそこ5ウッドで処理してこなかったのうまいね、相手。あと、俺がアイゴレ切った後にマスケ出すのあんま良くないね。なんでか、アイゴレ切ったそう。なんでかっていうと、マスケ延命できないんですよね。だから5ウッド今みたいにマザニックで処理されちゃうから、ちょっともったいない。ファイボと樽、相手がウッドじゃなくて樽の相手の時とかはね、なおさら、ちゃんとね、マスケ延命してあげないと、あれなんで。さあ、これは逆サイ行きますよ、さすがに。メガゴかな？わー、君か。君久しぶりだね。ハンターいなくなったぜ。なんて、ハンター全然いませんね、今。多分、アチャクイのせいだよな。アチャクイが多分強すぎて、ハンターが消えましたね。もうだって対空アチャク入れとけばなんとかなるっしょみたいな感じでもあると思うんでね、今の。まあ昔のあれですね。ハンターみたいな感じなんかな。まあアチャクイもな、言うて弱点あるからね。その、雪玉に弱いっていう弱点がちゃんとあるからね。昔のハンターはガチやばかったよな、あれ。なんかよくわかんなかったもんね。みんな対空それでさ、ハンターしかいなくてさ、え、何これみたいな。強すぎるしね。めちゃめちゃ、全部守れるやんみたいな感じだったからね。さあ、これ5まで打つのかな？打たない？じゃあ、ここであれですね、相手は。多分か、ここで決めに行きたいんで、端前エロイが来ないと、これが相手突破できないんじゃないかなと思ったけど、ボムタワーじゃなくて、あれが弱い。なんか弱いぞ。ディガーか？ディガーが弱いのか？え、待って、めっちゃ入ってる、なんか。めちゃめちゃ削られてるな。あ、待って、待って、バルーン来て、え、ハンターでした、今。今、ハンターでしたっけ？あれ、これやばくね？俺。今、ハンターマジで気づかなかった。ごめんなさい。本当にごめんなさい。うわぁ、やったわ。今、マジでハンター全然見てなかった。もう、なんかね、右、肩、あ、これ言い訳だわ。うん、指、片方でやってるからさ、もう、もっと指で隠してたわ、多分。ってな感じで。まあ、最後のはちょっと、もう負け、勝ち確だったけど負けましたね。はい、ということで、まあ、こんな感じで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、マルチね、まあ、このまま、多分やると思うんで、まあ、適当にやっていってね、トロ上がったあたりでまた、3桁あたりでね、次は取れたらなって思います。そうだね。最後のロイジャイとかで思ったけど、やっぱレベルは上げた方がいいね。当たり前だけど。ディガー結構大事かもしんないな。でもディガーもね、枚数ないんすよね、俺。だから、ちょっと遠いんだけど、まあ、完走目指してね、頑張っていこうかなと思います。
まあ、レベルない人は一緒に頑張りましょう。ということで、この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、バイバイ。